小早川隆景は、戦国時代から安土桃山時代にかけての武将、大名。竹原小早川や第十四代当主。後に、沼田小早川家も継ぐ。毛利元成の三男で、兄弟に、同母兄の毛利隆元、吉川元春などがいる。竹原小早川家を継承し、後に、沼田小早川家も継承して、両家を統合。吉川元春と共に、 毛利良川として、戦国大名毛利氏の発展に尽くした、毛利水軍の指揮官としても活躍している。豊臣政権下では、豊臣秀吉の信任を受け、文禄4年に発令された、大きて5カ条と大きて追加9カ条において、秀吉にご大老の一人に任じられた。実施はなく、木下家定の五男で、豊臣秀吉の養子となっていた。 橋場秀俊を養子として迎え、家督を譲っている。特に、豊臣秀吉の信頼は厚く、事実上毛利氏の主導者であった。天文二年、秋国の戦国大名である、毛利元成と性質の妙旧婦人の三男として、秋吉田軍山城で生まれる。幼名は、徳寿丸。天文十年三月に、竹原小早川家の当主、小早川教系が、 銀山白攻めの最中に死去。啓示がなかったため、竹原小早川家の重臣らは元成に対し、徳寿丸を後継に求め、大内義隆の強い勧めもあり元成はこれを承諾した。徳寿丸は元服し、義隆の返旗を賜い、高影と称した。教訓の妻は元成の兄兄兄の長女であり、それゆえに、竹原家は高影を養子に希望したものと思われる。 天文13年11月、高影は12歳で、竹原小早川家の当主となる。天文16年、大内義高が、貧乏神奈部城を攻めた時に従軍し、初陣を飾った。この時、高影は、神部城の市場である、竜王三歳を、小早川軍単独で落とすという功を挙げ、義高から賞賛された。なお、この合戦に関係する勘定の署名が、 特寿丸から高陰に変化しており、このタイミングで減幅したとされる。一方、小早川氏の本家、沼田小早川家の当主であった小早川重平は、弱年で病弱な上、顔病により、盲目となっていた。家中は、重氷派と高陰陽立派で対立し、大内義高は、甘腰の信仰に耐えられないのではと懸念した。天文十九年、義隆は、 元隣と共謀し、のみおき、京恐夫氏を中心とした、高影擁立派を支持。天子氏との内通の疑いで茂平を交金し、隠居、出家に追い込んだ。そして、高影を茂平の妹に目合わせ、沼田小早川家を乗っ取る形で家督を継がせることで、沼田、竹原の両小早川家を統合した。その時、 重氷派の田坂前景ら重心の多くが粛清されている。なお、高影と門田大方との間には子供ができなかったため、寒武平氏流小早川本家の血筋は途絶えることになった。高影は沼田小早川家の本居高山城に入城するが、翌年の天文21年には沼田川を挟んだ対岸に新興山城を築城し、新たな本拠とする。 以後の小早川氏は、毛利一門に組み込まれ、毛利氏直轄の盛況な水軍として活躍することになる。高影の率いた小早川水軍は、毛利氏が一躍世に出た、工事元年の五福島の戦いにおいて、東春方率いる大口水軍を破って、海上を封鎖し、毛利軍の勝利に大いに貢献している。この時、のみ宗活を通じて、 村上水軍を味方に引き入れる調略でも、功を挙げている。また、毛利氏と村上水軍や伊予国の河野氏との関係は、直接的なものではなく、瀬戸内海沿岸を本拠とした高影を介したもので、あったとされる。五福島の戦い直前に、自分の姉が生んだ、獅子戸高家の娘を養女に迎えて、村上道康に嫁がせたことが判明しており、 五福島の戦いの村上水軍の参加も、この戦からのものと考えられている。工事三年、須王、長門を攻略し、大内氏を滅ぼした戦いにも参加している。同年、元成が隠居し、長兄の毛利隆玄が家督を継ぐが、高影は、時系の吉川元春と共に、毛利氏の中枢にあり続ける。永六年、元は旧の毛利が家督を継ぐと、 元春と共に、幼少の照本を補佐した。元春が軍事面を担当したのに対し、高影は、水軍の情報収集力を活かしあるに、政務、外交面を担当している。英六五年から英六九年にかけて、合算戸田城の戦いに参加し、宿敵天孫子を滅ぼす。英六十年、河野氏を助けて、伊予国に出兵し、大須城を攻略して、 宇都宮豊綱を降伏させる。さらに、大友氏と争い九州に出兵する。同年、来島道康が没すると、高影は未亡人となった、獅子戸高家の娘を道康の主筋に当たる河野道信の室に送り込み影響力を強めた。近年、河野氏最後の当主となった河野通直は、獅子戸高家の娘と来島道康の間の息子で、 高影らの後押しで、河野氏の養子氏になったとする説が出ている。元気2年、三村氏の所領であった美前寺島を狙って兵を動かした村上宗影と、これに同調する動きを見せた村上武吉らと交戦。4月に村上軍の元太城を陥落させ、小島にもあわや成り方を送り込んだが、5月の小島の戦いで、 浦上胸影と増援に現れた三好支配下の篠原長房の攻撃により、あわや成り方は惨敗し、小島聖圧に失敗した。そうした情勢の中、6月に元成が既得になると、備前に中軍を続けることができなくなり、小島周辺の情勢を憂慮しながらも、兵を一旦秋へ退かざるを得なくなった。元成の死後、まだ若いテル元の補佐役として、 毛利氏の中での元春、高影兄弟の役割は、ますます大きくなり、大友氏や天子氏、大内氏の残党らと、争い各地を伝染する。天正二年に入ると、織田信長の勢力が、毛利氏の勢力範囲にまで迫るようになる。この年、浦上宗影が、織田氏の支援を受け、毛利氏と戦いを交え、天正三年には、三村元近が、織田方に通じて裏切る。 高影は、三村氏を討伐し、文後国の大友総林が信長と通じて侵攻して、来ると、水軍を率いて、大友軍と戦った。天正四年、共に落ち延びてきた室町幕府十五代将軍、足利義明の強い誘いもあり、毛利氏は、織田氏と断交。元春が、三人、高影が三様を担当し、第二次、信長包囲網の一角として織田方と戦うこととなる。 信長法移毛の中心的存在であった石山本願寺を救援した第一次木津川口の戦いでは小早川水軍、村上水軍を主力とする毛利水軍が小田方の茎水軍を破った。天正六年第二次木津川口の戦いで鉄鋼船を配備した茎水軍に破れ、正解権を失う。同年、上落を目指していたといわれる上杉謙信が急死し、 天正八年には、石山本願寺が信長と講和し、大阪を退去して信長包囲網は崩壊する。そして、小田方の中国方面軍司令官である、橋場秀吉の江南を織り混ぜた攻略は、次第に激しさを増し、毛利氏は押され続けることとなる。天正七年には、美戦国の浮き田直江が、小田方に離反。高影を総大将に、美前進側へと攻め込むが、 うっきたただえや戸川わとるヤスらに大敗を喫し,しまともな、反撃もできないまま退却を余儀なくされる。さらに伊賀久高の守る、虎僧城を攻めるもしもかもで吸収されまたしても、まともな反撃すらできないまま停滞連敗を喫する。天正八年、二年間にわたり小田方に交戦してきた、針間三木城が陥落、別所長春が自害する。天正九年、稲葉鳥取城が、 合死者が出る、老城戦の末に陥落し、城主、吉川京家が自害している。天正十年、清水総治がこもる備中高松城が包囲され、高影は照元、元春と共に、毛利氏の主力三万を率いて、救援に赴いた。しかし、この時点ですでに三万の秀吉軍と兵力は、逆行抗しており、さらに三月に、武田氏を滅ぼした。 信長の本軍が備中に向けて出兵の準備を進めていた。高影は、毛利氏が小出しに勝つ見込みが薄いと判断していたためか、暗黒自衛を通じて秀吉とは僕交渉を秘密裏に行う。6月、本能寺の変が起きて信長が死去すると、秀吉は明智光秀討伐のため、毛利方に本能寺の変を被したままでは僕を結び、機内へ引き返した。 なお本能寺の変を伝える知らせが、毛利方にもたらされたのは、秀吉撤退の日の翌日で、キ伊の最が州からの情報であったことが、吉川博家の覚書から確認できる。すでに秀吉の調略の手が伸びており、疑心暗鬼に陥っていた毛利軍は、橋場軍を追撃することができなかった。毛利氏の少子は秀吉に欺かれたとして一斉に奮起し、 後期上ずべ氏と高影に迫って秀吉との聖役を破棄し、追撃して、京都に攻め込むことを願い出た。しかし、高影は、文国内の形成を察し、生死の結婚未だに乾かないうちに、これを破るのは、武士の恥として、長子の月光を抑えて、これを許さなかったとされるが、実際のところは、兵力から言っても、毛利の中国内前進。 大追撃は無理であったのが実情である。同年、高影は居城を新興山城から瀬戸内海に面した三原城に移している。小早川高影像天正11年の静ヶ岳の戦いでは中立を保ったが、この戦いで秀吉が柴田勝家を破ると、毛利氏は日折見路線を捨て、秀吉に従属した。この時、高影は、 異母邸で養子の小早川元房を人質として、秀吉に差し出している。その後は秀吉に積極的に協力し、天正十三年の四国攻めでは、伊予国の金子元拓を打ち取るなどの功績を挙げた。豊臣政権は大名統制策として、高陰に伊予一国を与えて、独立大名として扱ったが、高陰側は一度、もう年家に与えられた伊予を、 改めて受領する形で、モート都市への一部将としての定裁を保った。ゆついきに入場した高影は、大須城に、州方を配置するなど伊予の統治を開始し、河野通直を、道後に隠居させて、旧河野家家臣や西恩寺君宏とその家臣を廃家とした。ただし、約2年で終わる伊予領主の間も、本拠地は、三原のままであった。なお、 高影の伊予支配は素晴らしく、ルイス・プロイスは、高影は、深い資料をもって、平穏裏に国を治め、日本では珍しいことだが、伊予の国には騒動も反乱もないと称賛している。天正十四年、九州征伐にも参加し、戦後に、秀吉から筑前、筑後、飛前一軍の三十七万千三百国を与えられた。しかし高影は、毛利、 吉川、小早川三氏の所領は中国において、すでに八カ国に及んでおり、さらに両国を加える特約を十分務めることができないとし、これを辞退しようとした。これに対して秀吉は、それならば、筑前、筑後を豊臣家の蔵入地とし、高影をその代官にしようとしたが高影は重ねて、辞退した。照元は、なお赤く、元春もすでに死去していることから、 もう都市への家運を維持するためにも、テルモトの側を離れて、九州に住むことはできないと述べた。その上で、築前、築後には、他の領主あるいは大官を置いて政務に当たらせ、高影は、笹成政と交代で一年もしくは半年ずつ、在陣して、九州の鎮定に当たればどうだろうか、と述べた。しかし、高影の自意は認められず築前、築後を領しで在国することになり、 これは高影が独立大名として豊臣政権のもとに組み込まれていく契機でもあった。天正十五年、高影の違法によって竹原に移されていた河野通直が病死した。高影が九州に通直を迎え入れる用意をしている最中での死であったことや小早川領として残されていたとはいえ高影も重臣もいない竹原への移送、病死の経緯の不審さから 秀吉の命令によって殺された可能性がある。また、同じ頃に、西園寺君弘も殺害されていることから、小早川家を伊予から九州へ移法させた上で、高影から引き離された通直や君弘を殺害することで、小早川家を含めた伊予の救世力を一掃するという豊富政権の方針があった可能性も指摘されている。天正16年7月、上落した際、 秀吉から、橋場の名字と豊臣の本性を歌詞された。天正18年、小田原征伐にも従軍し、この際は、徳川家康の三河岡崎城を預かっている。文禄元年に、文禄の役が始まると、六番隊の首相として一万人を動員して出陣し、全裸道攻めを行うが、抵抗を受け本格的な攻略を行わないうちに、援軍に来た民軍に対応するために、 景気度へ配置転換され、文禄2年に壁定館の戦いにおいて民軍本体を立花宗茂と共に撃退した。文禄3年8月下旬、朝鮮在住の毛利氏所長が加藤清正に宛てた所状の中で高影陽子のこと金吾様とあることから、豊臣家から秀吉の義理の老い、橋場秀俊を小早川家の陽子に迎えることが決定したことがわかる。 テルモトは四十歳近くになっても息子がいなかったことから、秀吉は秀吉を毛利家への養子にしようと高影に相談したが、高影は血縁関係のない秀吉が毛利家を継ぐことを心配し、秀吉にはすでにテルモトの重邸、毛利秀元を養子にすることが内定していること告げ、秀吉の計画を放棄させた。高陰はこの件で秀吉が毛利氏を疎んじて、 照本に不利があることを恐れて、自ら秀吉にこうて、秀俊を養子として、家を譲ったのである。秀俊を養子に迎えることで、高影の位も上昇し、自重から秀俊と同じ中納言となり、聖解入りし、上流貴族となった。文禄四年、秀吉が発令した、大きて五箇条と、大きて追加九箇条において、価格の上昇に伴い徳川家康や前田利家、 党と共に五大老の一人にも認じられることとなる。その後、秀俊改め、秀明に家督を譲って隠居し、不代の家臣団だけを率いて、三原に移る。その際、秀吉は十二月一日付をもって、治療目録を高影に授け、畜前に五万百五十国という隠居料を与えた。高影は、なじ城を改修して、居城とした。慶長二年六月十二日、 高影は死去した。去年65、秋国と田郡沼田荘米山寺に埋葬された。高影の死後、毛利良川の役割は二人の老い、吉川博家と毛利秀元が担うことになる。また、三原に移った、家臣団は毛利氏本家に帰参し、小早川氏は秀吉から秀明に付けられた、山口総英ら家臣団が補佐することになる。 小早川高影彦さんの天狗問答の図手前は天狗で奥にいるのが高影明治6年までは旧歴。ありがとうございます。